それそれ。あー、そういうところなんだ。じゃあ、後ほどお会いしましょ。それと、早くなんか着ないと風邪ひくよ。あー、ごめんね、リニアちゃん。リニアちゃんの大切な仕事を奪っちゃって。もらったのですよ。それでは失礼します。ほら旦那、リニアちゃん行っちゃいましたよ。追いかけてあげないと。理屈なんてどうでもいいの。女の子が泣きながら出て行ったんだから、男の子は追いかけるの。ああ、いい年こいて細かいことばかり。そういう些細なこと話してるんじゃないの。まあ、いいからとっとと言ってあげなさい。ったく、相変わらず女の子の気持ちが分かってないんだね。じゃ、また後で。早く服着なさいよ。所長、おはようございまちゅ。ん？どうしたのでちゅか？所長、なんか不機嫌でちゅね。ああ、商品管理部のカズサちゃんでちゅね。今朝方、命令書を持ってきました。おニューの水着を着込みまして。大お披露目大会ですよ。そんな人を猫か犬かみたいに。ちゃんとドアから入ってきましたよ。隠密行動でしたけどね。いや、あれですよ霧島さん、いつでも日常が実践なんですから。日々臨戦態勢ってやつ。何の用だなんて正式に挨拶しに来たに決まっているじゃないですか。朝のご挨拶ですよ。ふっ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 ふ。はーい、以後気をつけます。改めまして、私朝霧和沙、商品管理部観察室からやってまいりました。以後よろしく。そんな露骨に嫌な顔しなくてもいいじゃん。まあ私もやることやったらすぐ帰るしね。
萌えっ子島メイド訓練所所長である神崎貴博護衛せよとの命令なんで。そう、命令できたんで。何それ、それじゃあ私はどうしろってのよ。そういうわけにはいかないっての。私にもプライドがあるんだから。意地でもあなたを護衛します。護衛する、護衛する、護衛するったらするの、護衛する。あー、もううるさいでちゅ。なあ、二人とも子供みたいに意地を張り合わないでくだちゃい。旦那、威厳なーい。カズサちゃんも黙って。はい。カズサちゃん、所長は一旦へそを曲げると意地でも通さないのでちゅ。だからほとぼりが冷めるまで他のメイドたちと動いてもらえまちゅか。幸いカズサちゃんはシェフの資格を持っているようでちゅし、厨房に入ってくだちゃい。はい、わかりました。霧島さんがそう言うなら仕方ないのでしょうね。旦那様、上司思いの秘書さんがいて幸せね。スケジュールを組み直しますか。そうでちゅか。ふむふむ、なかなか根性はあるんだね。どうちまちた。からいましたよ。私も気づかなかったでちゅ。お、感謝感謝。え、違うの？違いまちゅね。そうか、違うか。本当に他を見てきますよ。じゃあねー。うん、いないようでちゅが。うん、そこ。ちゅね、はずれ。はい。
サちゃんが来たのでちゅから食堂が使えまちゅね。カズサちゃんの腕前をご覧になるついでに食事を取られてはいかがでちゅか。そうでちゅね、毒味役をつけまちゅか。私も行きまちゅ。何かあったのでちょうか。包丁さばきでちたね。私からも
対抗しているようには見えませんでした。はい、何かありましたら呼んでくださいでは。お待たせ、旦那。当然でしょ。はあ、味はどうです、旦那。微妙な言い方だな。美味しいかまずいではどっち。ひねくれ者ね。素直に美味しいって言えないのかな。で、どうです。私は護衛だけじゃなく料理もバッチリなのだよ。そばに置いておくとお得ですよ。料理はうまいってことですな。よっし、ごちそうさまは？ご飯を食べ終わったらごちそうさまでしょ？それだけとは何ですか？重要なことでしょ？作り手はその感謝の言葉で苦労が報われるのよ。わかった？じゃあ、だから、お粗末様でした。あ、靴。しつけのなってない子は強く叱らないと覚えないからね。よいしょっと。じゃ、お仕事頑張って。ちゃんの料理はどうでしたか？美味しかったみたいですね。